クリーブランド級の長女。まあ名前見ればわかるさ。レンネル島の戦いやエンプレスオーガスタ湾の戦いなど、いろいろ戦い抜いてバトルスターを13個も得たぐらいだから、そりゃ相当強いんだぞ。指揮者クリーブランド登場。おお、本当に反響音が小さいんだ。母校にこんな豪華なコンサートホールがあるなんて知らなかったよ。あ、指揮官も叫んでみる。練習を見に来たの？じゃあオーケストラの楽団員役をよろしく。私の真正面に座っていいから。全ての演奏者といっぺんに向き合うと思うとなんだか緊張するな。まあ逆に言うと演奏者たちと違って演奏中はずっと観客に背中を向けてるから、ある意味ラッキーかも。1、2、3、4。うん、4拍子は多分こんな感じかな。3拍子なら、こうかな。演奏の指揮に没入しすぎてると身振りが大げさになる指揮者もいるって。私は多分そこまではならないかな。クリーブランド級でオーケストラを組むとしたら、人数がちょっと足りないかも。でもフレッチャー級のみんなを入れると逆に多すぎる。指揮官、指揮台に立つ時の感じを体験してみない？うわ、指揮官、気を散らすのはやめろって。新しい任務だ。一気に片付けよう。ナイス、これでボーナスゲットだ。新しいメールだ。指揮官は人気者だな。はあ、お、マッサージをしてくれるの？確かにずっと練習しているから腕がちょっと疲れたね。じゃあお言葉に甘えて。すまん、姉妹たちが待ってるんだ。そっちに構ってる時間はない。指揮官、なんだ悩み事か？私、妹が多い分愚痴は聞き慣れてるんだ。だから何でも話してみてくれ。別に自分が強いって余裕ぶってるわけではないけど、正直指揮官のような対等に話せる人はそういないような気がするね。
いつの間にか私が愚痴る側になったけど、まあいいさ。これからもよろしく頼む。自分のすべてを教えたような気がする。時間が過ぎるのは本当に早かったね。私のことをこんなに理解できる人間は二度と現れないだろう。だから、指揮官よ、あの儲かる委託そろそろ収穫の時だぞ。いい感じ。急いでるんだ。全員まとめてきてもいいぜ。これが努力の成果ってやつだ。なんだかまずいな。全身あるのみ。そろそろ渡してくるかと思った。これから何でも教えて。ちゃんと世話焼いてあげるから。